中の敵を倒すことができたブチャラティだったが、彼の体は限界に来ているようだった。自分の体が動かなくなる前に目的地コロッセオに到着しようと必死で歩いていた。その途中、なぜかトリッシュと出会い、二人でコロッセオに入っていった。ブチャラティは気づいていなかった。自分と一緒にいるトリッシュが偽物だということ。一方でジョルノたちもヘリの男を倒した後、少し遅れてコロッセオに入っていった。次はどっちへ向かえばいい？階段を登るんだ。トリッシュ、君に会えてよかった。負傷した俺をこうして連れてきてくれたんだからな。ボス、本当に大丈夫なんですか？ドッピオ、お前はバレはしない。ブチャラティの奴はすでに死体なのだ。私と娘は魂の形において似た匂いを持つ。その部分だけをお前に与えた。ブチャラティの見ているものは娘の形だけだ。そのまま気づかないふりをしろ。誰かいる。上階の石壁の影だ。やはり目的とは何者かと会うことだったようだな。止まれ。そこで止まるんだ。一歩でもそこの階段を登ったら約束は消えることになる。ドッピオ、何とかして近づけ。まずいよ、近づく前にバレちまうぞ。ボス、俺の名はブローノ・ブチャラティ。あんたがボスを倒す可能性を持っていると言ったから信用してここまで来た。分かっている。しかし君の隣にいる人物は誰だ？俺の持っているデータには記憶がどこにもない。あるはずがない。トリッシュは組織のものではないが、俺たちの仲間だ。スタンド使いでもある。スタンドが見たい。そうすれば安心する、トリッシュ。ボス、マジに何者だ？戦闘経験の豊富なやつだ。スタンドの間合いを確実に計算に入れている。あの男、何か持ってるぞ。あれは、まさか、矢か。なんで持っているんだ？そうか、一人心当たりがあった。あの男か、殺したはずの奴か。ならば、俺が自ら戦うしかないな。ブチャラティ、どこに行った？隣の奴は消えた。まさか。これは試練だ。過去に打ち勝てという試練と俺は受け取った。え？お前もそうだろ、ジャンピエール・ポルナレフ。貴様は、まさか、ディアボロ。数年前、海にばらまいてやったはずのお前が、どうやって生きていたのかはどうでもいい。重要なの、お前が何しに来たかだ。ブチャラティどもに、何かを伝えようとしているな。その階段に足をかけるんじゃねえ。俺は上、貴様は下だ。お前が下だ、ポルナレフ。お前が地獄の下にいれば、矢を何に使おうと、もう何も問題はない。バラバラにしてやって、石の下からミミズのように入る。イングクリムゾン！ハッ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 HOO! HOO! HOO!
射程距離に入っている。逃がさない。それその矢で何をしようとしているのだ。衰えてはいないのか。一歩もスタンドに。バラバラにしてやってた石の下から水のように入れる。なんてこと。ここに来たのがディアボルだとは。命はもらった。ここまでだ。ほっ、エクセス、イングクリゾン。それこの矢で何をしようとしているのだ。ほっ、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 イングクリゾン。またほっ、希望だけは守らなくては。前を測らなきゃいけない。前を近づくことは死を意味する。常に射程距離に入っている。逃がさない。あの矢を完全に制する者がこの世を制する者となる。